どうも、北海道トラベラースムースムメリクです。今回はかなりお久しぶりの企画になりました。札幌ラボ、このチャンネルの視聴者で一番多いのが意外にも札幌市民ということで、観光目的の方はもちろんですが、札幌にお住まいの方へ札幌のいろんな情報をお届けしていくというこの企画。過去の札幌ラボの動画もございますので、こちらもぜひご覧ください。今回は札幌の人気洋食店参戦ということで、よりすぐりの洋食店を紹介していきたいと思います。今回紹介するお店は札幌の食べログ洋食部門で常にトップクラスにランキングしているお店ばかりです。ぜひ最後までご覧ください。まずはこちらのお店。洋食このよしさんは北区の北18条に本店を構える札幌で超人気の洋食店。現在は札幌市内に6店舗あります。以前から行きたかった洋食屋さんなんですが、こちらのね、石山店、2年前の3月にオープンして、私の自宅の近くにできたので本当嬉しかったです。こちらは複数店舗あるので、この後にね、紹介するお店と比べると比較的待ち時間も少なく食べることができますね。店内はこんな感じ。外観は少し古さを感じましたが、中はリノベーションされていてとても綺麗です。こちらのメインはやはりハンバーグ、一番人気の商品です。ただこのハンバーグと合わせるものを何にするのかめちゃくちゃ悩みます。パスタもめちゃくちゃ美味しそうですね。今回ね、初めてということで、ここは豪勢にステーキにしてみました。さあ中を見てみましょう。じゅわー、とんでもない量の肉汁が次から次へと流れてきます。噛むと表面は弾力があるんですが、中はホロホロと崩れていく、まさにハンバーグのいいとこ取り。この自家製パンがね、これまたうまいんですよね。外はカリッとしていて、中はまるでシフォンケーキみたいなふわふわさ。そしてこれをデミグラスソースと肉汁が混ざったものにつけて食べると美味しさの絶頂ですね。ライスもいいんですけれども、ソースと肉汁をより堪能したいならパンがおすすめですね。ステーキは中はミディアムレア状態。噛むと肉の旨味が溢れてきます。付け合わせのナポリタンもこの量だけを一から炒めて出しているというこだわり。本格派のナポリタンです。
玉ねぎもね、小さいのに玉ねぎの旨味がぎゅっと詰まっています。肉とハンバーガー合わせて 330g もあっという間になくなってしまうほどの美味しさでした。そしてね、このこのよしポークも気になったので別の日に食べに行っちゃいましたね。こちらもめちゃくちゃ柔らかくて美味しかったです。続いては札幌でも珍しいシチューの専門店。ちょっと札幌の中心地からは外れた住宅街の多い清田区にある人気店で、もう30年近くも営業されています。一軒家をリノベーションしたのか、店内は家庭的な雰囲気のお店です。こちらはランチメニュー。このアメリケーヌが人気とのことで、こちらのサラダセットを頼んでみました。2名以上で来るとね、シチューを3種類いただけるセットもあるので、いろんな味を楽しみたい方はこちらのセットがおすすめです。こちらのサラダ、酸味と甘みの効いたドレッシングがこの後の食事の食欲をさらに増してくれます。これね、エビの出汁とそれに負けない濃厚なクリームが口いっぱいに広がってめちゃくちゃうまいです。野菜はね、一緒に煮込まれていないので野菜そのままの甘さが際立っています。パンは少し焼いてあるんで、その分香ばしくてめちゃくちゃいいですね。シチューとの相性も抜群です。
そしてプリプリの魚介たち。私ね、今回このアメリケーヌというのは初めて食べたんですが、これがね、意外に優しい味で、いやー、めちゃくちゃ美味しかったですね。このシチュー専門店、ぜひ行ってみてください。さあ、最後に紹介するのはこちら。こちらも札幌の超人気洋食店。いつ前を通ってもね、外までお客さんが並んでいます。こんな寒い日でも待ってますね。特にランチタイムはかなり待ち時間があるようで、夜はね、比較的待ち時間は少ないのでおすすめです。こちらは特に豚肉を使ったポークカツやポークチャップが美味しくて有名らしいので、今回はそのカツがドスンと乗ったポークカツカレーを頼みました。見よ、この分厚いカツ、やばいです。中は薄ピンク。もうこれね、めちゃくちゃ柔らかいのでスッと噛み切れます。何の抵抗もなく切れてしまうほどの柔らかさ。歯がいらないというのはこのことでしょう。これはすごいです。豚汁はめちゃくちゃ具沢山、そして豚の脂が浮きまくりです。この豚の脂の甘みがすごいですね。カレーもポークカレーで甘めでね、カレーのルーにもゴロゴロと豚肉が入っています。そしてこの中濃ソースとの相性も抜群。いや、これ最高のカツですね。カツも甘い、カレーも甘い、豚汁も甘い。こんな甘い尽くしの豚料理は未だかつて食べたことないですね。とにかくこのカツはその辺のとんかつ専門店よりも圧倒的に美味しいです。いやー、参りました。しかもランチはもう少しお得になります。待ち時間はありますが、並んででも食べてもらいたい最高の洋食屋さんです。ということで、ごちそうさまでした。
きいかがだったでしょうか。札幌の人気洋食店、皆さんもぜひ行ってみてください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイビー。